こんにちは、オバルトンです。こんにちは。今回 Vlog の 39.5 となってますけれども、はい。39.5 ということは、39と40の間ということです。はい。はい。ということで、まあ、ボリューム39では、3回に分けて、リーガルプレイス会ということで、はい。アップロードしましたけど。そうですね、リーガルプレイス会は、はい。ちょっともしかしたら YouTube チャンネルのトップを更新して、カツタンポプロの期間ということで、一応カツタンポプロのデモ映像をトップにしているので、はい、更新に気がつかなかった方もおられるかもしれない。ちょっとチェックしてみてください。はい。で、まあ、日付としてはですね、12月21日。1日。ということで、はい、まあ、ちょっとクリスマスから。そういえば去年も、クリスマス、はい、去年は結構、ここや、まあ、クリスマス、ムードをすごい出して。BGM を取り直したり。あ、なんか、BGM は、になった基本的に去年のじゃあ使いましょう、これ。はい。BGM を使ってる、流れてるはず。はい。はい、で、あと、とか結構もっとね、星を。木になったりとか、ね、いろいろやってましたけど、はい。ちょっと、今年はだいぶやっぱり制作に追われてしまってですね、はい、まあありがたいことに。で、今ちょうどカスタムプロのですね、こちらの、はい、セカンドロットを作っております。はい、まもなく。作っておりますというよりも完成、ほぼ完成しています。まあそうですね、組み込みと検品とっていうところまで、はい、あと帰って、まあ音出して、はい、まあ蓋閉めて、はい、梱包すればもう、また皆さんのところにお届けできる状態になりますので。はい。という、この動画はいつ、いつ公開されるかわかんないですけど。そうです。ということで、まあ、39.5 と短い、次回の、そうですね、40に当たるのかですね、まあ、今日の、まあ、この前の時間に撮ったんですけれども、はい、フライングティーポートさんというエフェクターのメーカーの、はい、まあ、菅野くんが、はい、まあ、代表菅野、はい、菅野さんが、はい、まあ、遊びに来てくださいまして、はい、ちょっと音出したり、楽しくわしゃわしゃやっていますので、はい。そうですね。エフェクターの、というか、もうメーカー、違うメーカーさんっていうゲストでは初めて、ね。そうですね。はい。ギタリストの方は来ていただいたんですけれども、はい、違うメーカーさんという、感じでは、はい。初の、違うメーカーゲストという形になります。はい。いろいろ持ってきていただいたので、いろいろ音出して。いや、すごい楽しい、はい。ね、面白い。いい感じ。いい感じの、はい、いい音になってたと思うんで。はい。ぜひぜひ次回もお楽しみにしていただければ、はい、していただければと思います。はい、じゃあ、今日は、はい、まあ、39.5 話から辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。